どうもおはようからこんばんは、若殿です。戦国姫5、織田編続きをやっていきましょう。実はこれねテイク2で、さっき撮った時は間違えて信長の野望って言っちゃったんですよね言葉は間違いじゃないんですけれどもね。で、美濃攻略を開始した我々織田家、早速ね城を2つ落としました。稲葉山城の、左右にある角間だと、あと岩村だったっけな、そこを落として、いろいろ家臣も増えましたね。タッキーこと滝川和正とか八須賀正勝、あとは川尻さんとかが味方になりました。そろそろね給料も払わないといけないので、能力の低い武将は切っていこうかなって考えてるんですよね。そんなこんなで、イベントが始まったので進めていきましょう。あのサルメが生意気にも手柄を立ておった。まったく小賢しい知恵だけはよく回るものよ。一応ね城攻めに、参加していたので、秀吉ちゃんもね、そんなところも気に入ってるんだろ。物事を一つの方向からだけじゃなく、いろいろな方向から見て考えるようなところは俺も見習いたいと思うよ。スノマタのことなんでしょうけれども、もうスノマタはできていますし、かつ敵の城だったんですよね。そなたも知恵を貸したと聞いたぞ。自分一人でできたことではないと言っておった。むしろだからこそ誇らしいという風情だったがな。なるほど、あいつは天性の人たらしだよ。話しているとこいつの力になってやりたいとか、一緒に何かをやってやろうって気持ちにさせられるところがある。それ単純に俺頼みじゃねえかそれ。秀吉ちゃんに言われるとね、もう私もあいいですよって考えてしまいますものね。てかその策考えたのって秀吉と八須賀小六だろ。俺関係ないんじゃないかな。なんとかなってしまった。あれは武将に生まれついていたら身につかなかった才なんじゃないかな。秀吉は武将に生まれなかったから、他のみんなが当たり前に思っているものでも持っていないものが多いって時々悔しそうにしていることがあるだろう。逆にそれがいいところってことですもんね。もともとみんな武家出身なら結構考え方とかも固まってしまいますしね。けどあいつは武将に生まれつかなかったからこそ他の誰も持っていないものを持っていることがあるんだよ。だからあいつは、黄色が変わって見えるんだ。ピンクですもんね。淫乱な、なんでもない、なんでもないよもうさすがに言わないよで、共に今川義元の陣に忍び入った仲ですからね。あやつは人ではなく猿だ。そんなこと言うなって。人と異なるところも多いだろうし、毛色も違う。猿が人に憧れるのもきっと道理なのだ。褒めてんのかけなしてんのかわかんねえんだよな。お前あいつのこと本気で猿だと思ってるわけじゃないだろうな。思って悪いか私の手であの猿を人並みにしてやるのだ。十分人並み以上の活躍はしていると思うんですけれどもね。いずれあの猿にかしづくものも多くなるだろうな。なかなか痛快だとは思わないかですね。わからなくもないけどさ。実際そうなんだろう、そうなるんでしょうけれどもね。言うてね、出世とか百姓って言っても実は結構力のある百姓だったとか、いろいろ親父は元足軽だったとか、いろいろ話はありますもんね。史実だとほっといたらそうなるんですけれども、今回は織田編で多分信長様死ぬようなことは絶対にないと思うんですよね。信長様、秀吉です。はい、
ってもよろしいですか？お噂をすればか。そのようだな。構わぬぞ、サル。遠慮せずに入ってくるがいい。お邪魔します。どういうつもりだ、お前は。あ、そうか、お前は信長ラブだったな。残念だったな。だが私がいる。あれ、そうなの？なんであんたがこんな時間に信長様の部屋に。怪しいな。もしかして私本当にお邪魔しちゃった？いや、殴られるぞそれ。その右、信長のその右手で殴られるぞ。こら猿、私と青二歳がどんな関係だと言うんだ？構わぬから申してみよう。信長様、そっちの気全然ないんですもんね。言い終わらぬうちにその首と胴を切り離してくれる。あ、冗談じゃないですか。本気にしちゃ嫌ですよ。これ、この通りお許しください。まったく、褒めてやろうと思っておったのにその気も失せたわ。何の用できた？早く申せ。ちょっと話が進まないよ。褒めてくださいよ。早く申せ。わかりました。いやー、秀吉ちゃんも信長には頭が上がらないですね。いや、主君だから頭上げちゃダメなんですけれどもね。信長様、以前稲葉山城を奇策を持って落城せしめ、ほどなく返上して陰性した軍師がいたことを覚えてらっしゃいますか？ああ、竹藩のことですね。もちろん覚えている。私が城を譲るよう持ちかけても応じようとしなかった。まったく、元の持ち主に返すくらいなら私に譲ればいいもの。まあそう都合よくいかないですよね。まあ、実際は主君の辰沖をいさめるためにやったって話ですもんね。そうそう、確か兄弟が病になってその見舞いに行くっていう理由で城に侵入して、で、武装して襲撃したんですよね。あの辰沖さんがね、結構こうお酒とか女遊びとかにひどくて、きちっと祭り事をしなかったから、まあ、それをいさめたということでですよね。だって17人で城を落とすんですもんね。どんな無双だって話ですよね。実はその者の所在が判明しました。お許しいただけるようなら口説き落として我が陣営に招きたいと思っているのですが、許可していただけますか？竹中半兵衛ちゃんって どんなんでしょうね。もう最初からちゃんって言ってるけど、どうせ女の子なんだろうなと思うんですけどね。いや、私も行っていいですか？私も行きたいです。はい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 。うむ、よかろう、好きにしろ。我が陣営でも木下の陣営でも私にとっては同じことだ。そなたもいい加減相談相手が身近に欲しいのであろう。昔太閤立志伝っていうゲームがあったんですけれども、それでもこう同じことを言っていますね。でも竹中半兵衛たちが秀吉の部下じゃなかったですよね。あくまで信長の家臣で、まあ、秀吉の与力みたいな感じだと思うんですよね。はい、その通りです。猿の猿知恵には限りがありますから、良き相談相手をと以前より望んでいました。さっき八須賀小六さん入ったんですけれども、彼でいいんじゃないですか？あの私の地元の大名の親父ですよ。お言葉に甘えて必ずや我らの仲間へと引き入れたいと思います。で多分ね、その後あの廊下とか、まあ城の外とかでこう私にね、こう、いやー、あんたの知恵も借りたいんだよねって話になるんでしょ。まあ今川家に例えると、まあお調子者っていうか、ちょっとこう慢心している義元に
こう軍師の節斎ちゃんがいるように、まあ、こうしたお調子者の秀吉にもそれを諌める軍師的な立場が、まあ、必要なんじゃないんですかね、うん、それ私でいいんじゃないですか。あ、でも結構私も結構秀吉にこうねやり込められるところがありますからね。もう信長にも頭が上がらないですし、秀吉にも頭が上がらないってね、あの私の軍師としての立場ってもんが危ういんじゃないんですか。ほらやっぱり。そうも、あんたはまだここに残るの？なんだよ、いいだろ、別に俺が信長の部屋にいてもさ、軍師が当主の部屋にいて何が悪いんだ。いいけどね、あんたって本当に二人きりの時信長様を呼び捨てにしてるんだよね。こんな時間にいることといい、やっぱり二人は。またその話か。変な風に勘ぐるな。こう見えても俺は信長と付き合いが長いんだよ。どこからか飛び込んできた山猿とは年季が違うんだ。ああ、うん、そうだね。幼馴染と初対持つ人って多いよね。ああ、言えばこういう。呼んでくれると嬉しいかな。話が飛躍してるよ。貴様ら。ああ、聞こえてるじゃねえか。あ。用が済んだならさっさと帰れ、このバカ者どもが。すんません。たく、秀吉のせいで俺まで怒鳴られたじゃないか。まあいつものことなんですけれどもね。だって、なんかあんまり総務が信長様と仲いいから焼けちゃってさ。それどっちに焼いてるんですか、私ですか信長様ですか。信長様や信行様と仲いいの？昔馴染って話だけど、私がここに来た時もう総務いなかったでしょ？時間ないのよ。ああ、その時には信行のところにいましたもんね。まあな、俺は信長様のが元服した頃からこの城を離れて信行様に仕えるようになってたから、俺はさ、どっちかっていうと秀吉に近い生まれだったんだよ。お、でももう両親はいないんですよね、確か。おお、ああ、なんか初めて見る風景ですね。あ、結構整備された町ですけれども、うん、もうちょっと戦国時代の町ってもうちょっとこう寂れてるような気がするんですけれどもね。まあ、まあそんなツッコミはいいとして、名古屋城の城門につながる長い道があるだろ。子供の頃俺は町の子供たちとよくあの辺で遊んでいたんだよ。竹とか弓とか槍とかを作って合戦ごっことかしてたんだ。そうしたらある日見たこともない子供が2人やってきてさ、面白そうだな、私たちも混ぜろって。で押し切られて一緒に遊んで、初めて会った時はすごく上等そうな着物を着てたんだよ。ん？上等そう？ん？ん？いや、そんな風には見えないけど、次に会った時は、まあ安いけど丈夫そうな着物を着ててさ、まあこの方が遊ぶには向いてるとか言って。変な芝居だなと思ったけど、その二人が入ると遊びが面白くなるんだよ。誰も思いつかなかった策を考えたり、新しい決め事を決めるって言い出したりしてさ。あ、じゃあまあその後遊んでいる時の格好なんですね。すごい目移りしそうな格好ですけれども、いつの間にか二人ともすっかり俺たちの仲間になってたんだ。それが信長様と信行様だったんだ。だけど俺はそんなことちっとも気づかずに毎日ただ遊び回ってた。そんな風に遊んでいるうちにしばらく経って、いつの間にかその二人は遊びに来なくなった。何があったんだろうって寂しく思ったよ。そしたらある日、俺は親父に城に連れて行かれたんだ。城主様がお前に会いたがってるって言われて。すっごく豪華な部屋に連れて行かれて、そうしたらそこに、姉妹の姉の方が現れてさ、久しいな、元気にしてたかってびっくりしたよ。一緒に遊んで泥だらけになってた風変わりな姉妹が、
親父が仕えている織田家の人間で、おまけに城主だって紹介されて天地がひっくり返るかと思った。でもって今日から毎日城に上がれ、私の相手をしろだぞ。相手ってどっちの相手？もう私長ゼリフで舌が回らなくなってるんですけれどもね。そう言われて俺も驚いたけど、親父の方がもっと驚いてたな。親父は聞かされてなかったんですね。そりゃ驚いただろうね。けど信長様らしい。信長様って昔からああなんだ。うん、変わらない。ずっとあのままだよ。おお、さすがは人たらしい。その頃信行様は信秀様と一緒に他の城に移ってたから、信行様と会うことはなかったんだけど、信長様が元服した時に信行様と久しぶりに会って、そしたら信行様がすっごくびっくりしてたよ。俺を見て、なんであんたがここにいるのって。それって信長様は相馬のこと信行様に内緒にしてたってことでしょうね。まあでも信行も覚えてるんでしょうかね。そういうことだ。驚く信行様を見て信長様は指をさして笑ってたからな。それで信行様が腹を立てて、姉様の元服祝いにお祝いの品を持ってきたんだから、そのお返しにこれをもらって帰りますからって俺の腕を掴んで、で本当に持って帰られてしまった。お持ち帰りですか？つぼってるじゃないですか。お前笑いすぎ、そしてかわいすぎ。信長様も取り返しに来てくれても良さそうなものに信行は怒らせると怖いから、諦めて青二歳は信行に仕えろって書状が届けられるし。なるほど、そういった事情があるんですね。苦しい、やめて、許して。ダメ、死んじゃう。つぼりすぎですよ、あんた。そんなこと言ってるからね、縁側から落ちるんですよ。バーカ。ひどいな。タンコブ作った女の子に優しい言葉くらいかけらんないの？なんかちょっといい雰囲気ですよね。ま、今現在性質が不在ですからね。でもそっか、信長様たちにとって相馬は特別なのかもしれないね。正直言って羨ましいよ。まあでも秀吉の目に映ってるのは多分相馬じゃなくて、まあその奥にいる信長様たちでしょうね。いや、そんなにいいもんではないぞ。俺の人生ずっとあの二人に振り回されっぱなしだし。いいじゃん、羨ましい。私、信長様にだったら一生振り回される人生でいいもん。物好きなやつだな、それは。まあですよね、私も振り回されっぱなしですし。まだ秀吉はね、まだこう相馬さんの方には見向きはしてくれないような感じですもんね。残念。いや、そんなこと言ってるとね、誰ともエンディングを迎えられることなく終わっちゃうんじゃないんですか。さて、軍事パートになりました。現在、ここを落としたんですね。金山城っていうんですか。
ここを落として、で次はまあどこを落とすかってところなんですよね。稲葉山はね、多分硬すぎるから落ちないと思うんですよ。そう、なるほど。遠山さん、明智光康、光秀の親父かな。あとは岸さんとか、あ、永井さん、あと氏家さん、なるほど。この辺武将いないんですかね、まだわからないんですかね。ああ、辰沖、ほうほうほう。ああ、詳細は見れないか。あ、見れた。能力は大したことないんですね。ですが斎藤三人衆、美濃三人衆の安藤森成がそこそこ強いんですね。あれですが、まあ、武将ってこうこのラインがあるんですけれども、そこを経由して移動できるんですけれども、今見ると岩村はどこにも逃げ道がないので、どうなんでしょうねここ。とはいえ稲葉山は攻められないな。他の城から落としていくことになるんでしょうけれども、今武将はいないですね。ってことはどんどん獲得して、で竹中半兵衛ちゃんを味方に加えて稲葉山攻めに移るということですね。なるほど。じゃあ次のイベントが起きるまでカットしていきましょう。